カーティス C-1 カナダカーティス C-1 カナダは第一次世界大戦中にカーティスのカナダの子会社がイギリス海軍航空隊及びイギリス陸軍航空隊向けに製造した双発の爆撃機である。1915年カーティスはカーティスモデル H 飛行艇をもとにイギリス海軍航空隊向けの双発陸上機を設計しイギリス海軍航空隊から1機の試作の契約を えた。カーチスのアメリカ国内の工場は、カーチス JN や H-4 飛行艇の生産で余力がなかったため、カナダのトロントに新設された、子会社カナディアンエリープレインズリミテッドを、カーチスカナダ都市爆撃機として生産する権利を譲った。上月符の翼服が異なる、複用機で、モデル H 飛行艇に用いられた160馬力の、カーチス V。 X エンジンを使用したが、それ以外は、新設計であった。下翼に取り付けられた、ナセルの全部に並んで二つの射撃主要のコックピットがあり、胴体ナセルの後端に操縦席が設けられた。双発のエンジンナセルから伸びる二本のテールブームと、胴体ナセルから伸びるブームで、水平尾翼、垂直尾翼が支えられた。タンデムに配置された二組の主脚と、 恐りがつけられていた。試作機の製作は1915年5月に始められ、予定した V、X エンジンが間に合わなかったので90馬力のカーチスオックスマイナス5エンジンを装着して9月3日に初飛行した。イギリス海軍航空隊から100機の注文を受け、イギリス陸軍航空隊からは1機の試作機と10機の生産型の注文を受けた。 最初の1機は1915年ぐれにイギリスに送られ、イギリス空軍向けにファンボロー基地で組み立てられ、1916年1月に飛行を開始し、4月までの試験で性能が劣っていることが判明した。1916年7月までに10機の生産モデルが分解してイギリス空軍に送られたが、組み立てられることはなく、契約は破棄され、 イギリス海軍航空隊も性能が優れるハンドレページ O100 が運用を開始すると注文を発揮した。ありがとうございます。